十二子、十二子は、子、牛、虎、う、たつ、み、馬、み、猿、鳥、鳥犬、いの総称である、それぞれ音訓二通りの読み方がある、歌表三章。実感を、転換というのに対して、十二子を、父とも言う。十二子は、子、牛、虎、う、たつ、み、馬、み、猿、鳥、犬、いの十二種類からなっている。十二は、 戦国時代に作られた音明古行説よりもはるかに古い起源を持つので、音明古行説による説明は後付けであり、占いの道具としての設定に過ぎない。また十二子を生命象徴の循環過程とする説もあるが、これは江戸を三木と解釈したため生じた植物の連想と同音漢字を利用した一般的な古元俗解収法による古漢時代の解釈であって、 共に学問的な意味はない。十二支は古く陰の鉱骨文では、実感と組み合わされて、日付を記録するのに利用されている。戦国以降、日だけでなく、年、月、時刻、方位の記述にも利用されるようになる。戦国時代の中国天文学において、天球の分割方法の一つであった十二達は、天球を 天の赤道帯に沿って東から西に十二等分したもので、この名称には十二子が当てられた。また、木星が約十二年で天球を西から東に一周することから、十二子という別の天球分割法における木星の位置が年の記述に利用されていたが、十二神の方向と順序に対しては逆方向であるため、紀元前四世紀頃、十二神の方向に合わせるべく、 木星とは一直径を境に逆回りに天球を、めぐる大祭という架空の星を考え、大祭の十二達における位置で年を示す、記念法が使われるようになった。これが、五感以後に始まり現在まで使われている絵とによる、記念法の起源である。また、十二という数が一年の月数と同じである、ことから、月を表すのにも用いられるようになった。 これを月立てと言い、剣士の月は当時を含む月、すなわち夏暦の11月、周暦の正月である、周正に置かれた。さらに、時刻、12時達や、方位の表示にも用いられるようになった。正午、昼の12時、まさこ、夜の12時、四五線、南北を結ぶ、線、京線、うっとり線、東西を結ぶ、線、局所的に線と一致するが密には、 両者は別のものの章はこれに由来する。十二子の各文字の原意は不明である。一説に草木の成長における各層を象徴したものとされるがこれは、元代の字音による解釈説である漢女律歴史。また、各十二子は十二の動物でもある。もともと十二子は順序を表す記号であって、動物とは本来は関係なく、 後から割り振られたものという立場からはこの動物を十二、正二と呼ぶ。が、日本では十二種という言葉自体で十二の動物を指すことが多い。なぜ動物と組み合わせられたかについては、人々が暦を覚えやすくするために、身近な動物を割り当てたという説、五感の王、論考やバビロニア天文学の十二宮が後から伝播してきて十二、種と結びついたという説がある。 もともと動物を表していたという説では、バビロニアの十二宮が十二子そのものの起源だと一説の、ほか、諸説がある。十二子は、古来、皇子、日の絵馬のように、実感と組み合わせて用いられてきた。寺ンから言えば、実感は、幹、十二子は、枝である。実感十二子を合わせたものを絵と、監視、または、えとといい、監視。 実感十二子が一巡式三点となった年の絵とに、再び戻ることを寒冷期という。絵とという故障は、本来、実感を日江、日の絵、日のと、のように、に、絵と、弟、との組み合わせとして訓読したことに由来するが、今日では、関し、絵とといえば十二子のことを指ことが多い。この逆転現象は、絵とのうち、五行思想と共に忘れ去られつつある実感に、 対して、動物イメージを付与されることによって、具体的で身近なイメージを獲得した十二子のみが、現代の文化の中にかろうじて生き残っている、ことによると思われる。今日の日本では、十二子は、人々の生活との関わりが、近世までと比べて、ずっと希薄になっている。十二子が、実感のように忘れ去られずにいるのは、ただ、年賀状の図案にその年の十二子の動物が多く、 使われることと、人々がその生まれ年の意図によって、年の生まれのような言い方をする習慣が残っていることの二つの理由があるためであると考えられる。また、十二四にちなんで、年齢差などの表現方法として、十二年、イコール百四十四ヶ月を一回りと呼ぶこともある。東西南北の四方位が子、う、馬、鳥に配当されるのに加えて、北東、南東、南西、 北西はそれぞれ、牛虎、辰美、羊猿、犬と呼ばれ、該当する発見から、牛虎、辰美、羊猿、犬の字を当てる方位。北東を、鬼門、南西を、裏鬼門として、イムノは、日本独自の風習だが、牛のような角を生やし、虎の皮のふんどしを占めた、鬼という妖怪のイメージは、この、牛虎から来ていると思われる。 日本の城郭建築では、車、角はの四隅に隅櫓を築いて、防御の拠点としたが、辰見櫓、辰見櫓等のように、方角の名称をもって、櫓に命名することが行われていた。現存建築としては、高松城牛虎櫓、香川県高松市、江戸城、辰見櫓、東京都千代田区、赤市城、辰見櫓、羊猿櫓、 高崎城からやぐら等が存在している。辰巳芸者、辰巳芸者、辰巳芸者とは、深川中町、辰巳の里の芸者を指す。この地が、江戸城の南東に位置したことから、日本橋吉町の人気芸者、菊谷が移り住んで店を構えたことに始まる。幕府公認の有利ではないために、辰巳芸者は、男名前を名乗り、男が着る羽織を身につけたため、 羽織芸者、また、単に羽織とも呼ばれたが、鉄火で、伝棒、切符が良くて生きであることで知られた。船舶工工時に使われた、重かじ、鳥かじという言葉は、うめんかじ、鳥かじから来ているとする説もある。十二世章、または、十二属称は十二死に、ネズミ、牛、虎、ウサギ竜、蛇、馬、羊、猿、鳥、犬、豚、ブタ その十二の動物を当てたものである。なお、ここで鳥は漢字の読みとしては鳥だが意味は鶏である。実感の相互関係が日合わせだけであるのに対し十二子の相互関係は複雑であり十二子に中の三つが関係する相互関係二つが関係する相互関係がある。本来は年、月、日、国や 方位などの間に生ずる十二子の関係について生じるものであり、単に生まれ年の十二子同士による対人関係を指すものではない。三子の相互関係には、方号と開局、三号開局の二つがある。東西南北の四方、つまり春夏秋冬の四季でもあるに対応する三子がすべて揃うこと。片号の三子が揃うと、すべてが、 季節の五行に変化する。十二子を円形に配置したとき、正三角形を構成する三子がすべて揃うこと。中春であるうを含むつぼねは、気極、中華である馬を含むつぼねは、歌極、中秋の鳥を含むつぼねは、近極、中東の甲を含むつぼねは、水極と呼ばれる。極の五行は、各季節の中心であるう、馬、鳥、この五行と同じである。 会局となる三子のうち二つが揃うことを会と呼ぶことがある。また三子が揃わなくても、各季節の中心の十二子と会となる十二子の二つが揃うことを半会と呼ぶ。会局が成立すると三子すべての五行が、つぼねの五行に変化するとされる。いずれも安定した基地の関係とされる。日詞の相互関係には、軽、沖、小、外、合わせ、四亡。 六語がある。K は、中でも特殊で、和形、友形、互い系事件がある。名前の通り傷つけ合う関係である。沖、き、章は、真反対の方位に対応する十二子同士の関係で、衝突の意味がある。葉は、軽い衝突の意味があり、俗に四枠十枠と呼ばれる筆から数えて十番目、影しから数えて四番目の十二子を言う。害は、 合わせと関係していて、合わせとなる十二子の大きな愛である。停滞を意味する。合わせは対応する王道十二宮で支配性が同じとなる十二子同士の関係である。ただし馬と羊の合わせは異なっており、それぞれ支配性は太陽と月である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。